皆さんこんにちはレク,セニック講師の根本ですこ,こでは私が夏から担当するインプット講座「宅インスターゲット攻略講座」について説明させてください。こちらの講座のコンセプト、これがこちらになります。アウトとインプットをバランスよくやっていく。それで記憶を定着させる。これを狙っている講座になっています。 具体的にはまずはテキストです。こちらのテキスト、見開きページの左と右で分けています。左側は丸抜形式の問題、一問一答の問題になっています。そしてこの丸抜形式の問題を解くための知識、それが右のページに載っています。解説ではありません。解説ではなく右のページには普通通りのテキストのページが載っている。 でこのページのものを使うと左が解けるで逆に言えば左の問題で間違えるそれは右のテキストのどこが分かってないのかそれも分かるようになってますこれを言われることによって結局インとアウトこれが一気にできるようにしていますそのためですがアウトプットだけ解くだけの学習にはなりません 間違えればすぐにインの方で確認できる両方を一気にできる結果バランス強い学習が可能になりますこれはこの講座の最大のえ最大のポイントインとアウトが一冊になっているという点です狙っていることは何かというと学習の効率化ですインとアウトが一 代化しているだからこそ講義が終わって何をやればいいかがわからないそういった事態にはなりません講義が終わったらやるべきものは進んだところまでの左側の問題をやる,やるんですそしてある意味こうとも言えるんです講義では基本的には右のこちらの知識の方を説明していきます。のには左側の問題を解解いてそれが解けれけば ちゃんとできていると左の問題を演習することが講義の復習になるということなんですまた左側の問題私が一問一問選んでいます過去問の中でもこれは絶対押さえてほしいという過去問を入れています細かすぎるものとかもう二度と出ないだろう といったものを省いてますまた当連問題こちらについてもこれは知っておいてほしいといった問題これをピックアップして入れていますまたまだ出てはいない特に改正論点とかそういったものの予想問題も入れていますその結果一つの教材に集中できるこういうメリットを がありますやはりインプットはこれアウトプットの過去問はこれ答錬はこれというふうに分散してしまうと集中できないというデメリットがあります一冊にすることによって集中これを狙っていますそしてインプット部分右のインプット部分については図表メインに編纂しています文章 もう多少ありますがメインは図表ですしかもその図表というのもその問題に対応した図表ですこちらの方ですが論点に直下型問題に直下型のものなので無駄を省いた学習が可能になりますそしてもっともっとこだわったのが記憶を定着させること ここれにこだわって作ってて作います講義内ではたびたび「ではこちら何ページ左側の問題一度解いてください。用意スタート!」と言って解いてもらってその後じゃあ右のページを見てほしい」と「この表のここはこうなってるね」「だからこれここが丸なんだよね」「じゃあ左の3番の問題見てごらんと」とこんな感じで進めていきます。 これによって自分ができるのかできないのかが分かる問題を解く答えが分かるあこれ間違えてるあじゃあここちゃんと聞かなきゃ今やらなきゃいけないこと今自分ができないことが明確に分かった上で講義が聞きますだから記憶につながりやすいんですまたインとアウトが一体化しています 問題を解く、で一回使う。講義で説明を聞いて一回使う。復習時にもう一回問題を解く、もう一回使う。ということで。一つの知識に結果、三回当たることができるんです。これも記憶の定着化を狙った。こちらの仕組みです。そして、説明部分については。 ここれはこうなってますねじゃあ次の知識これはこっちですよじゃあこれはこっちですねといった単に結論を言うそういう講義ではありませんこの部分は方向性はこういう方向で考えるといいと賃貸に有利で考えるんだよとだからこの知識この知識出てくるよねでこれも賃貸に有利から考えると出てくるでしょほら一番下見てこれだけ違うんだじゃあなんで違うのかこんな形で その考え方、理由付け、背景にこだわった講義をしていきますそのため、印象深く知識を入れることができます学習の効率化、そして記憶の定着化これにとにかくこだわって作った講座がこの卓クスターゲット、攻略講座です こちらぜひちょっとでも興味があったら、一度お試しをしてほしいんです。会社法一回目の講義があります。こちらの方を聞いてもらって、ついてこれるのか、復習がどれくらいかかるか、講義の雰囲気はどんな感じかと。とぜひこちらで試してみてください。今回の動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。